何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん、助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。このチメック、てめえこいつの仲間か。いや。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。仲間に何してくれてんだ。食らいやがる。いや、盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に勝てんじゃねえ。
けて食われてしまう。狩猟は人を食うんだ、人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。それじゃあみんなが、ねえ、助けてあげられないの？俺はただ奴を見つけ出し殺す。他のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴を潰す。自分の命さえ自由にできないなら死んじゃえばいいんだよ。見つけたぞ黒い剣士、ここで殺す。
貴様か。我ら首都をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。Yeah.
それは生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。ほ、本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。あー、いたいた。よー、元気？チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ。ムカつくんだよ、弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。